ファビオ・リベラーニ、ファビオ・リベラーニ、ホビ・リバーニー。1976年4月29日体は、イタリア・ローマ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。母親は、ソマリア出身、父親は、イタリア人であり、両国のハーフである。サッカーイタリア代表初の有色人種選手。 当時 US チッタディ・パレルモの GM であったの後を追うようにして所属クラブを変えていったパレルモ、カリアリ・カルチョといったクラブの下部組織でプレーした。20歳であった1995から96シーズン、セリエ A に所属していたカリアリのスカウトの目に留まる。同クラブのプリマベーラに加入し、ビアレッジョの国際大会等に出場。この時のポジションは、 セカンドトップやトレクアルティスタであった。後に彼を代表に招集するジョバンニ・トラパットーニによってトップチームの練習にも参加する。翌シーズンセリエ C1 に所属していたエジーノチェリーナに移籍。公式戦に2試合出場しプロとしてのキャリアをスタートさせた。しかし同年12月には出場機会を求めセリエ C2 の USB テルベイに移籍。 移籍後は17試合に出場し、4得点挙げている。1997から98シーズンからの2年間は、トレクアルティスタの選手として62試合出場10得点を挙げ、クラブのセリエ C1 昇格に貢献している。同カテゴリーに所属する AC アレッツオ監督のセルセコズミは、対戦した際に、 そのプレーに見せられたという後に、コズミが AC ペルージャに招聘された際に、当時の会長に獲得を進言したきっかけとなった。セリエ C1 に昇格した翌シーズンには、25試合出場し4得点を挙げた。2000年夏、AC ペルージャに移籍しセリエ A デビューを果たす。同時期にペルージャに就任したセルセコズミ監督は、 中田秀都氏をエースローマに放出して、以降適任者のいなかったトップ下に抜擢した。シーズン途中から小隅によって、より守備的なポジションに移されるとこれに適応し、左足から繰り出されるパスの精度を生かし評価を上昇させた。このシーズンは32試合に出場し3得点を挙げ、クラブのセリエ A 残留に貢献している。セリエ A でデビューしたことにより、国内で 彼の名が認知されるシーズンとなった。2001年4月、南アフリカとのフレンドリーマッチへ向けイタリア代表に招集された。当時の代表監督であったジョバンニトラパットーニのフランチェスコトッティの控えとして機能するという考えによる招集だった。南アフリカ戦が行われたのはペルージャの本拠地スタディオ・レナト・クーリであり、同僚のマルコ・マテラッチと共に試合に出場した。 代表召集にまで至ったペルージャでの活躍が認められ、2002年1月に SS ラツィオへ移籍。当初、ロマニスタであり、黒人選手であった彼の獲得を、ラツヤあれ、ラツヨのティオの地方ジの愛称の中には歓迎しない者も,もいた。ラツィオに移籍してからの5年間は、リベラーニにとって不遇の時代であった。4度の監督交代があり、アルベルト・ザッケローに、 ロベルト・マンチーニ、ジュゼッペ・パパドプーロ、どの監督もリベラーニの攻守に極端なプレイスタイルから起用法を見つけることが難しかった。クラブでの出場機会が減ったことで、代表の座からも離れていくことになる。またクラブが1億4000万ユーロ、約195億円の負債を抱えていることが発覚。土壇場で破産を免れたものの、自身の立つ瀬は厳しいものとなった。 2005から06シーズン開幕前に、デリオロッシュ監督が就任すると調子を取り戻し、チームキャプテンとして29試合に出場1得点を挙げた。しかし、財政状況が厳しいクラブと契約延長の交渉が進展せず、シーズン終了後には契約満了のため、移籍金フリーで移籍することになる。2006から2007シーズン、前年度に、ルカ・トーニの活躍により、 リーグ9位に躍進したアッコフ・フィオレンティーナのチェーザレ・プランデッリ監督は彼の高さをさらに活かすために良質なレジスタを求めいた。そこでリベラーニに白羽の矢が立ち自身も残りのキャリアを全うできかつ希望する給料を支払えるクラブを探していたため遺跡交渉は順調に進行した。カルチョスキャンダルにより勝ち点の減点を余儀なくされたクラブをトーニア アドリアン・グトトと共に牽引し、UEFA カップ出場圏内である5位にクラブを導いた。トにニが移籍したことを受けて2007から2008シーズンは戦術変更を余儀なくされると、ポスト役を書く中で自身の高精度なパスが活かせなくなる。3センターハーフから2センターハーフへと守備的な中盤へ移行しようとしていたため、戦術的な理由で放出候補に挙げられた。 しかしプレシーズンの合宿で校長ぶりを披露し、プランでリ監督に戦術的なオプションとしてチームに残留させることを認めさせた。2017年9月17日、セリエ C の US レッチェに指揮官として招聘され2年契約を締結した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。